こんばんは。大変な盛り上がりでありがとうございます。私静岡県の伊豆市、伊豆市ってわかりますか？昔修善寺って言ってたところなんですが、多分ね、山口県だとね、恐ろしく遠いところじゃないかということで、ねえ、伊豆半島行かれた方ちなみにいらっしゃいますかね？一人結構ね、全国的には有名な観光地なんですけども、ほぼほぼ来るのは東京のお客さんだと思われます。山口県のお客さんっていうのはあまり見たことがないですけどね。まあ大体関西止まるとは思うんですけど、まあ私そんなところでバスの電車にいながら音楽活動してます、三森と申します。よろしくお願いします。今日は同じバスの運転手さんの仲間の直樹さんで、この格好で2人でやるっていうのはね、多分ねここだけのライブだと思われます。だからバスの運転手が2人で歌うっていうね、この多分他ではないマニアックなライブじゃないかと思うので、ね、今日もう一人のね、指名だから桜井さんの時、いやー、こんなクールな方とやるんだってやばいよなと思いながらね、とりあえずくだらないことを言いながら最初のステージ、務めていきたいと思いますので、よろしくお願いします。最初の、ね、1曲目、2曲目はバスの歌というのを、ね、ちょっと1曲曲ばかり用意したいと思います。でね、バスもね、いろいろあるんですが、まあバスって普通の四角いバスがあったり、まあ路線バスがあったり高速バスがあったりするのは、まあ、当たり前の話なんですが、うちの会社に昔の超レトロなボンネットバスというのがあります。ここにいる方、ボンネットバスって分かりますかね？まあマニアじゃないか分かんないけどね、ちょっとね、最近アンチョコを持ってアンチョコであれしてるんですよ。こういう形のバスです。これね、知ってます、知ってますか？これうちのバス会社にあるボンネットバスです。伊豆の踊り子号、昭和39年のバスで、これ下関走ってないからね、まだ走ってない。で、これ現役で走ってます。当然ね、これあれですよ、なんだっけ、エアコンとかパーツとかないです。しかもね、ここよくわかんないけど、ここにね、棒があるんですけど、これ方向指示器が点滅じゃないですか、今左曲がるとき、右曲がるとき、これね、この棒が降りるんですよ、スコーンって。おお、これアポロって言うんですよ。宇宙船じゃないですよ。うん、ね、そういうアポロって会社が作った方向指示器で、だからね、これ結構ね、こちらの方、浅原さんでしたっけ、ボンネットバス、SL が好きっていうの、これ大体 SL の時代のバスです。で、今日はね、このバスの歌を1曲で、もう一つ、バスとお客さんの、いけない出会いの歌を1曲歌ってみたい。いけない出会い、いけない歌です。まずまんまタイトルはボンネットバス伊豆の踊り子号です。聴いてください。
まあ山見てる方はどうです、ボンネットバスってあります、どうでしょう、でも昔は走ってたはずですよね、そうですね、私はね、私の頃はなかったんですけれど、昭和30年代ぐらいに山口市内を、トレーラーバスっていうので、あ、わかります、分かれてる、わかりますよ、うちにはなかったけど町の方にもあったみたいです、山口市バスに4台ほどあったと聞いておりますよ、しかも、うん、左ハンドルですよ、詳しいですね、なんかもうバスマニアの世界入っちゃうんで、やだ、それ以上バスの話でお客さんの距離入っちゃいますんで次に行きます。